どうもどうも。大丈夫かな、俺今日疲れてる顔してるないですか。なんか今映った瞬間に大丈夫かな。あの昨日ね、西口プロレスの本番がありまして、今年最初の興行でね、あの徳光和夫さんの息子さんとね戦いまして、途中徳光和夫さんが乱入してくると。で僕もちょっと頭に来ちゃったんで、今年の巨人は優勝しませんって言っちゃったんだよね。あの大の巨人ファンの徳光和夫さんに。そしたらそれだけ許せないって怒ってね、ズームインってやられてで吹っ飛んでねみたいな。昨日豪華でしたね。ゲストで武藤敬司さんも来てくれてね、まあなかなか西口プロレス楽しかったですよ。昨日はその西口が終わって、今日がいわゆるこの間から言ってるラブドキュンというね、お芝居の初日が今日開きましてね、いや満員御礼でやってまいりましたけども、あのアンケート見るのが楽しみですね、ちょっと明日ね。芝居は難しいから、ほらパラパラやってウケねえとか面白くねえって言われるのはさ、こっちはもう慣れてますけど、あの何十人とみんなでやってることだから、どう言われるかね、そこら辺楽しみにね、また来週でも報告したいと思います。でマシンプレゼンツコリキの小部屋。さあね、もう今日もね、忙しい中でやってるんで、皆様インフルエンザ気をつけてくださいね。すごいですよ、今日も出演者の一人がインフルエンザかかってきちゃった。でそいつだけ楽屋みんな一緒なんですよ、男女みんな一緒なんですけど、そいつだけ袖のところに段ボールで隔離されてた。映んないようにっつって。まあね、本当に気をつけてください、流行ってますからね。まあ、いろいろ番組とゲスト等に質問募集してますんで、どしどし送ってください。そして今日のアシスタントは長坂愛ちゃんです。はい、皆さんこんばんは、長坂愛理です。はい、小力さんの舞台見に行ってきました。うもうさ、いいんだけど、はい、来てくれるの嬉しいんだけど、はい、もうね、さっき本当9時半に終わったんですよ、舞台が。ちょっと押しちゃって、はい、それで俺さ、まあ15分からだから、はい、ゆっくりしていこうかなと思ったら電話かけてきて、これじゃ早く行きましょうよだって終わって俺だから、ね、まだ汗も拭ってないのにさ、行きましょう行きましょう、だからタクシーに乗っけてってくださいってさ一緒に連れてってくださいって電話したんです。まあ感想をね聞きたかったからね、ちょっと良かったですけど、いや面白かったです。なんかライブを見てる感じ。そうだね、ちょっと変わったね、はい、お芝居の携帯を撮ってますけどね。ペンライトとか会場でもね売ってた。そう、男性ユニットは青いペンライトで、うん、女性チームはピンクで、そうそう、ね、結構こうちゃんと皆さん買ってましたよ。そう持ってて面白かった。もう案の定俺普通に私服、要はねプロデューサー役だからジャケットで出てきたらさ、お客の一人にさ、これいいでって言われてた。ぶん殴ってやろうかと思って。いや前提でわかんだろうと思ってさ、ね、でもなんか楽しんで言ってくれたのもあるんですけど、うん、最後も言ってた、うん、最後も同じ人がこれ気をつけれって言ってた。俺のただのファンなのかなと思ってたけどね。でも優しいですね、お疲れって言ってくれるんですよ。あと7回ありますから、そうですね、またね見に来てもらえたら面白い。ぜひぜひ、まだチケット多分あると思いますからね。同じ事務所の山中彩子ちゃん。そう、こう前ゲスト来てる、うん、もう一生懸命、ダンスものすごい下手なんですけど、すごい頑張って頑張ってやってる、歌って踊ってたので、うん、ちょっとそれは皆さん見に行ってください。楽しいですね、若いことあるのね、ぜひぜひいつか見てくださいね。はい、今日もゆっくりまったりよろしくお願いします。そして皆さんのチャットを扱ってくれるのがエル橋本さんです。よろしくお願いします。チャットの方どんどん送ってください。というわけでチャットの方どんどん送られてまして、はい、まずはアイリちゃんにですね、うん、ウルトラスさんからです。先週は、うん、AILI 愛理としてのサンシャインライブお疲れです。そうだよね、ありがとうございます。サンシャインで、そうです、サンシャインのあれたまにたまにはパッと行って歩いたりしてるとさ、いろんな、うん、アーティストの人急にやってるもんね。急にやってますね。リハーサルもこう公開リハーサルなので。あ、そうなの。そうなんですよ、すごい緊張するんですよ。どうなの、あそこ歌いづらくない、こう反響すごくない、うん、いや歌いやすいんですよ、それが。そうなの。結構お風呂に入ってる感じの雰囲気ね、音響効果が、はいはいはい、もするし、ただあんまり声がちっちゃいと後ろの噴水のバーっていう音でかき消されたりする。どんな歌手だよお前それ。
俺でもあれなんで、はい、俺もあのほらコリッキーっていうアーティストでね、ABEX から、ね、デビューしてたんですよ。コリッキー。それの卒最後のコリッキーのイベントがそのサンシャインの噴水とか。もうちゃんとしたアーティストじゃないですか。やってたよ。コリッキー。踊ってただけだったけどね。すごい。いやでも楽しかったですよ。いいね、活躍してるね、歌にね、芝居にね。歌といえばエルカーリナさんからです。パンジャニの仕分けも良かったよってこと。ありがとうございます。負けちゃったんですけどね。負けちゃいました。いや俺ちょうど見逃したんだよ。ちょうど見逃すってないよそんなの。ちょうど見逃す。ちょうど見逃すことなくない。いやちょうど見逃したんだよ。あのあっと思って回したらもう負けてたの。うわちょうど見逃しちゃった。そうなんですよ。1回戦目のもう最初の一番手だったので、もうほんと開始7分ぐらいでもう消えてたっていう、いなくなっちゃってたので。いやでもあのなかなかあそこまで行くのも大変ですからね。大したもんですよ。いやもう悔しかったですけどね。俺なんか1回あれ勝ってんだぜ、串田明さんに。串田明さんとどんな歌を歌ってましたっけ。あの筋肉ゴーファイト。筋肉あんな人に勝ったんですか。すごいですよ、ね、串田本物に俺勝ったのに、あれそれ以来呼ばれてない。あれああいうのってこうね、練習してる。明治 A と俺勝負したら俺勝つね、多分明治 A に勝ちますよ。明治 A さんだって今回97点だしよ、いや曲によったら俺97点いくもん。おお、一番得意な歌何でしたっけ。尾崎豊の15の夜。いやでも聞きたいですけどね。ちょっとね、機会あったら歌いですけどね。はい、さあ今年でも一発目ですよ。違いますよ、2発目じゃん。やめてくださいよ、もう疲れてるからって邪険にしないでください。ねえ、見に行ったのに、ね、そう、せっかく見に行ったのにお金払って。そうだよね、ちゃんとショーターじゃなくちゃんとお金払って、そう、ちゃんとお金払って、偉い。3500円。ショーター払ってじゃないんだって、お金払って、お金払ってます、ちゃんと。いや、じゃないと意見言えないですからね。まあね、厳しい意見いいからさ。いやいやいや、お掃除するのやめてよ。いやいやいや、お掃除しないですよ。じゃあ、堀木さん以外で何か今年もね、お掃除してもらいたいんですけど、行きましょうか。タイトルコールお願いします。はい、というわけでいきます。愛理のお掃除しちゃうぞ。はい、愛理ちゃんが世の中のやらないものをお掃除するコーナーですけども、一体何をお掃除しましょうか。はい、今日お掃除したいのは、はい、お店独特の挨拶。え？いらっしゃいませ。いや、いらっしゃいませじゃないですか。何でしょうか。基本はいらっしゃいませなんですけど、私よく行くお好み焼き屋さん、地元に茨城の方にあるんですけど、いらっしゃいませポンポコポンっていうところがあって。え、ポンポコポン。ポンポコポンって言うんですよ。いらないな。いらないですよね。入った時の恥ずかしさったらないんですよ。かなり恥ずかしいですよ。言ってる人は別に恥ずかしそうでもなく、あ、もうなんか結構、うん、あ、いらっしゃいませポンポコポンみたいな、結構なんかいつもやってるぐらいの感じで。え、それは理由は分かんないの。いや、もうなんか普通にうん、それが当たり前でしょぐらいの感じで言われてるんで、全然何が。あれ、それすげえな。俺だからやる気茶屋っていう、はい、居酒屋さん、はい、結構チェーン店であるけど、あそこはなんか頼むと、すいませんって言うと、はい、喜んでって言って、はい、それぐらいかと思ってたけど、いらっしゃいませポンポコポンって。ポンポコポンもありますし、この間行ったホルモン焼き屋さんは、乾杯って乾杯するじゃないですか、はい、普通に乾杯しようとしたら、乾杯って、まあ、普通にこの身内だけでやるじゃないですか、そしたら、乾杯いただきました、今日も一日お疲れ様でしたっていうんですよ。ああ、ありますね。人の乾杯聞いてて、人の乾杯を、人の乾杯こっそり聞いてるんですよ。そう、入ってきちゃうの。そう、そんな、え、別に小さい店ってわけでもないんで、結構、まあそこそこ、そこそこのお店なんですけど、美味しいんですけど、その、なんかね、いや、こっそり乾杯したいじゃないですか。別に、みんなで。それ何も許可、じゃあその後に、すいません、うちのこれパターンなんでみたいな、ないです。それ言う、こっち止めちゃうんだ、だからこっち止まるよね、こうやって。あ、なんで入ってきたみたいな。っていう、ほんとそういう状況なんですよ。だからもう、統一しましょう、いらっしゃいませで。しかしながら皆さんの意見ですと、いいじゃないですか、ええやん、忙しくて切れ気味で言われても心が和むとか、面白そうだ行ってみたいよとか、ポンポコポン、いや、はい、興味ある。だから味美味しいから行ってみなって言われるより、ポンポコポンって行ってもらいたいし、はい、俺行きつけの中華屋さんがあってチャーハン頼むのよ。そうするとこれぐらいの、あ、なんていうの、カップにさ、はい、ラーメンのスープがついてくるんじゃない、うん、チャーハンに大体、うん、ね、そうするとその店主の人は燃えてます。熱いっていう意味で燃えてますって出すんだよ。
でそれ飲むとすげえ熱いわけ。あ、燃えてるの。お、燃えてんなの。実際俺テレビで紹介してそれ説明したらもう言わなくなってた。バカにされるの嫌だから言わないみたいな。あ、こっち楽しかったのに。それはちょっと切ないですね。でもポンポコポンは行ってみてえな。ポンポコポン逆にね、本当ですか。はい、で、これ本当にこの意見として皆さんなるほどと思うんでしょうけど、うんうん、パイデラ製仏堂さんからです、成仏堂さんからですね、はい、長サンキューはどうなるんだと。それも同じようなもんじゃないか。そうか、いや別にサンキューでいいのに長サンキュー。長サンキューですか。あれといらっしゃいます、ポンポコポンは。確かにでも長サンキューに関してはここでしかもう言ってないですよ。何、他じゃ言ってないっていうのは。だから可能性としてはあるかもしれない。だから、うん、そのお好み焼き屋さんも居酒屋さんも、うん、やっぱ人見てものやってると思うんだよ、うん、で、アイリちゃんパッと見たらバカな感じするじゃん。いやいや、パッと見バカってどういうことですか。だからポンポコポンとか言われたり、バカにされてるってことですか。他の人言ってないかもしれないです。嘘、考えてみたら、どうしようしたら、嘘、うちの家族みんな言われますよ。じゃあポンポコポン、ポンポコポン。いや申し訳ないよ。4人で言ったら4回言われてる。4、そうそう、ポンポコポン、ポンポコポン、ポンポコポン、ありがとうございました、ポンポコポンって言うんですよ。絶対言うから。それはちょっとバカにされてる。バカにされてんのか。じゃあお掃除しましょうよ。ね、まあ、確かにね、ちょっとね、はい、ちょっと恥ずかしいのでね。お客さんとして恥ずかしいと分かりました。はい、というわけで、そんなゴミにポンポコポンをつける店をお掃除しちゃうぞー。長サンキュー。長サンキュー。ここでしか、ね、そう、ここでしかもう。やれや。歌終わった後でもできないのな。長サンキューですか。いや、あの、振りだけでも。あ、振りですか。あ、じゃあ今度なんかでやろうかな。使ってください。入れた方がいいんじゃない。長サンキュー。ね、はい、やっていく。はい。はい、まあ、ね、いろんな掃除がありますけど、ね。はい。はい。じゃあ早速、はい、本日のゲストをね、ご紹介したいと思います。いいですね、うん、さあ、初登場。元恵比寿マスカッツの春菜花ちゃんです。どうぞ。あるな、花ちゃん。寒いの？どうした？緊張してます。緊張してる。どこに立てばいいの？座っていいよ。座っていいんですか？座っていいんだけど、そんなあの入り口のゲストいないの？内ももに手を置いて入ってくるゲストが初めてだけど。緊張してますね。緊張してんの？緊張してます。あら、全然緊張してるように見えないけどね。いや、すごい緊張し屋さんですよ。そうなの？そうなんですよ、実を言うと。あ、そうなんだ。いや、俺はなんか初めてだからお会いするの。初めてですよね。なかなかだからほら、あの、いろんなマスカッツの方来てくれますけど、パッと見た瞬間に不思議な感じするじゃん。あ、もう喋らなくても見た目でわかる感じですか？ちょっと、うん、なんかね、面白くなりそうな、ね、いいですね。匂いがすごいしますけどね。もういや、だから全然気使わないでゆっくりまったりやる番組なんで、別にそんなに喋んなくてもいいですし、何でも好きな感じでやってもらえばね、いいですから。ただこんなおとなしい感じですけど、皆さんから猛牛っていう書き込みが多いんですけど、どういうことですか、猛牛。あのマスカッツでよくこう猛牛猛牛みたいな感じで言われてて、いやでもちょっとあのその前に小力さんからちょっと離れて座ってるのが気になる。いやいやいや、離れていい。あ、離れなくていいの。いや、わかんない。人は人の距離があるから俺受け入れるんだよ。何言ってるんですか。いや、よくほらさ、なんかもうちょっと詰めてくださいって言うけどさ、喋、はいはい、りづらい距離ってあるじゃん。はい、うん、でもちょっとき、もうちょっと肩が、まあ、だからゲストが見切れてるのは良くないからね。遠いですね。もうちょっとこっち来ても、ね、せっかくね、出てる、ね、ギャラ増しますからね。ギャラ増さないよ。なんでもう前提として俺の横が嫌みたいな話。だったら来る前に断れって話だって。まあもう今日はね、はい、ゆっくりまったり最後まで番組楽しんでてもらえばいいんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ最初のコーナー、はい、行ってみましょう。最初のコーナーは勝ち抜きマシュマンバトル。はい、このコーナーは今後ブレイクしそうな2組の若手芸人さんが赤コーナーと青コーナーに分かれて自慢のネタを競い合うコーナーです。そして見事5週連続で勝ち抜くと賞金5万円を贈呈します。はい、気になる勝敗は皆さんのチャットによる投票で決定しますので、どんどん投票してください。はい、うん、はなちゃんはお笑い見ますか。お笑い見ます。お笑いは見ます。今見たね、今一瞬見た。あれだっていうね。あ、見てますよ。見てます。はい、例えば漫才とかコントとか一人芸とかモノマネとかいろいろありますけど、ジャンルで言ったらどんなのが好き。
ジャンル、その人によります。その人によるね。その通り、そうだよね、見てみないと分かんないもんね、はい、今日はあの生でね、うん、2組ありますから、はい、もう普通に楽しんでもらえばいいですけど、わかりました。はい、じゃあその対決はどんな対決でしょう。はい、はい、先週なんとですね、コーナー史上初となる引き分けになったんですよね。そうなんです、めんどくせえことやらかしたんだよ。引き分けって初めてですよね、はい、びっくりします。そう、あのこれね、ネタやった後に見てる方が投票をやるのよ。チャットでね。それで勝ち負けを決めて、5週勝ちに行くと5万円なのよ。はい、前回だから同票。同票、はい。すごい。はい、その今回はですね、その同票となった2組が再戦を、はい、再試合を行います。はい。はい、赤コーナーはですね、3週目に挑戦するニュースタッフエージェンシーのメカ井上さんです。そうそうそう、はい。そして対する青コーナーは SMA のハッピーエンドさんです。うん、はい、これ2人と2組とも、はい、青春ベースだったりしますからね、うん、そうですね、面白いんだよね、またね、はい、じゃあ一応なんか、はい、メカ井上さんなんですけども、はい、今日も当然勝ちに来ましたということで、うん、今回なんですけども芸人のあるあるネタをドリカムの名曲に乗せて披露してくれるそうです。ドリカムいいな、歌ネタでございます。いいですね、上手ですか、ね、うまいからね。はい、ハッピーエンドさんなんですけども、はい、31歳の2人が大声に乗せて披露する青春コントをご覧いただければ。31歳の青春コントかな。それとも、はい、どうなのかな、はい、楽しみね、熱さがいいですから。はい、じゃあ早速見てみますか。はい、はい、まずは赤コーナーのメカ井上さんからです。どうぞ。ドリカムのラブラブラブに乗せて歌います。聴いてください、あるあるある。ねえどうしてネタ中にセリフが飛んでアドリブでうまいこと言おうとしてルルルルルうまく言えないんだろう。ある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 。ねえどうして地元の親戚のおじさんに今東京で何やってんだって聞かれてルルルルルうまく言えないんだろう。ある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 。どうしてバイト先の年下の店長にあお笑いやってんだよなんか面白いこと言えよって言われてルルルルル涙が出ちゃうんだろう。テレビで自分の冠番組を持ちたいっていう夢が少しずつ勉強して資格とか取っていざとなればどうにかなる状況でお笑いがやりたいっていう夢になってもしっかりしてんだ。地元の母親に心配しないようにあのテレビの仕事ちゃんとあるよとカントローガルだけどさって嘘を何回も何回も何回も言ってたらね、どうして俺去年テレビに58本出てることになってるんだろう。本当は去年出たテレビは小力の小部屋だけなんだろう。どうもありがとうございました。お見事。テレビとカウントしてくれて嬉しいですよね、これね。嬉しいですね。熱いね。あかん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 。熱い、熱いんじゃんけどね。ほんとね、なんか悲しくなってくるね。ドリカムの名曲がちゃんと合うという。ハンちゃんどうでした今の。あ、すごい熱がこもってて、歌が上手だな。バカにしてませんか、大丈夫。違います。一生懸命ね。一生懸命。やってる感じが良かった。はい、そうです。本当にあのだって全然見ながら普通にドリカムの曲にも多分ピンときてないし、中身にもピンときてない感じだったもんね、はい、多分別のこと考えてたんですけど、一生懸命見てました。さあじゃあ続いて見てみますか、はい、行きましょう、はい、続いては青コーナーのハッピーエンドさんです。どうぞ。楽しかった修学旅行。みんなで力を合わせた運動会、たくさんの思い出が浮かんできます。浮かんで、そして今日僕たち私たちは卒業します。山本、お前もうちょっとちゃんと練習しろよ。テンション上がんないでしょ。いやでももうすぐ卒業式なんだからちゃんとやって。テンション上がんないでしょ。いや
でも練習しないと本番ちゃんと。だって卒業生俺とお前だけだよ在校生ゼロだよ、テンション上がんないでしょこの状況さ。いやでもさ、ちゃんとやっていかないと本番。お前卒業アルバム見た2ページだよ、右が俺左がお前、ちょっとお見合い写真ですかあれは。マジテンション下がるんですけど。いやでも最後なんだしさ、卒業式くらいちゃんとやってくれよ、俺が。じゃやってもいいけどさ、本番呼びかけの内容を2人用に変えるからね。え、そして本番当日、ホタルの楽しかった修学旅行、自由行動で孤独の意味を知りました。二人で競い合った運動会、全種目出場でクタクタでした。二日に一回回ってくる日直、一人休めば学級閉鎖、合唱コンクールはまるで小袋。広すぎた校庭、狭すぎた人間関係。たくさんの思い出が浮かんできます。そして今日、僕と僕は卒業します。どうもありがとうございました。これはもうずっと見てたかったです ね、 ね、まだ見れた。ありますよ、こんな状況は。あると思いますよ、どっかの島に。はい、でもこんな悲しくはないと思いますけどね。確かにね、一人休んだら楽器演奏だね。はい、やっぱ声がすごいですね、うん、声と顔ね、顔と楽、顔と楽ランね、はい、楽ラン今時楽ラン着てコントってすごいけど、はい、でチャットでは、あの学生服姿の人ね、男優さんの学生服じゃないかと。なるほどね、面白いですね。いやあ、じゃあどうでした今の。いや、息がぴったりで。いいとこ見た。左側の人、はい、サイズ合ってなかった。サイズ制服の、制服の、ね、制服の、やっぱ見るとこはちょっと違うわ、ね、ファッションね、サイズを見てるとこも分からない。あ、でも面白かったです。よかった、よかった、でもね、よかった、デモがついてよかった、よかった、そういう意味じゃない。さあ、じゃあね、早速東洋の行きたいと思います、はい、じゃあ二組こちらへどうぞ。はい、それでは、メサイの皆さんか、ありがとうございました。さあ、メカ井上さん、はい、ドリカムで来ましたね。ドリカムの方に芸人を合わせに来たね。たまたまリンクしたね。リンクしてね。リンクして、はい、悲しさ増すねやっぱり。ね、ドリカムさんがやっぱちょっといい曲作っていただいたんで、僕も聴かせてくれるかなと思いますね。ありがとうございました。確かにね、はい、どうしてと思うことは多いんですよ。本当ですね。あのバイト先で相当嫌な思いしてるのね。この間もバイト先のね、店長にね、面白いことやれよっていうフレーズがどっかが出てきて、大学生の誰かが面白いって伊藤君でしたっけ。そうだ、必ず言われるんです。バイト先だと大体3位。あ、大学生の方が面白いです。この間 R1 の2回っていうのあったよね。さまさま、はい、あ、ど今どうなったの、勝ってる。いや、僕負けました。負けた。俺も負けた。厳しいんだよね。一緒だった、一緒だった、あのこの番組出てくれた人も結構いたからね、面白かった、頑張ってほしいけどね。さあ一方、はい、ハッピーエンドさん、ありがとうございました。ちょっと制服合ってないみたいに言われたんですけど、これ本物なんですよ。え、僕これ見えます。はい、ちょっと前に出てくる、はいはい、これちょっと大きいって言われるんですけど、高校入るときに映ってない、大丈夫ですか。ちょうどいないとこから喋ってるから、ちょっと前に、カメラというのはカメラはどこに前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 に、はい、これね、よくでかいでかい言われるんですけど、ちゃんと高校に入るときに両親が大きくなるだろうということで買ってくれたんですけど、全然大きくならなかったんですよ、僕。ガッツリコリキ買ったんですよ、メインカーブがね。すいません、さっぽり隠れちゃって、ただそれが言いたかっただけなんですよ。大きくならなかったってこと。全然ならなかったんですよ。あ、すいません、これ、前回引き分けて今回出れるようになってるんです。これゲストの方って、男子の方と女子の方が順番ずつというわけではないです。決まってるよ、前回はやっぱカモメンタルさんで、キングオブコントの、キングオブコントの、優勝した人なんで、ラッキーと思ったんですけど、今回のがラッキーですね、完全に。余計だったね。引き分けでよかったと。
ただ見てくるところはずいぶん違うから、ね、そっちの狙いとはね、花ちゃんの掴みとこ違うからね、息がぴったりする。ただ見てる人はね、やっぱ前回も引き分けをね、考慮入れて今日多分見てると思うんでね、はい、結果出ました。再戦どうなったんでしょうか。結果出たようでございます。またなったらすげえけどな。今週の勝者どっち。メタイロウです。3勝。マジで怖かったです、本当に。おお、やっと決着ついたね。やったー。いやー、5週連続ドローやかった、まあ、それはそれでさ、うちはいいんだけどさ、そっち辛いだけだから。どんどんね、全然痛くなって。レギュラーですもんね、そうなってる。いやー、メカイの映像でちょっと頑張ってますね。考えてみれば、初戦負けて、はい、奇跡の復活ですからね。だから、今日が3勝目になります。で来週が4勝にチャレンジ。はい、4勝にチャレンジ、はい、いや5回ネタやらせていただいて、ね、ちょっと苦労してるね。いやもうちょっとそれね、はい、乗り越えてもらって頑張ってもらいたいと思います。一方ハッピーエンドさんはちょっとね、はい、ハッピーエンドにならず、エンドだけね、はい、もう終わりましょう今日。あるよ、あるよ。ぜひ、その時までに早めに。もっと青春しておきます。そうだね。青春コップとまた見たいですからね。はい、はい、ありがとうございました。はい、以上、マシュママトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そっか、そっか。そうですね、階の上、3周突破で。いやー、結構接戦だったんじゃないですかね。そうですね。でも今回はちょっとメカさんが票数が結構稼ぎましたね。前回はほぼ、ほぼというかもう同点だったんですけども、ドリカムファンが入った。ドリカムファンが大きかった。ドリカム、おっしゃる通り、ドリカムのやっぱり、ね、曲が良かった。まず曲はね、曲はもうドリカムさんのおかげですそれはもう。いやまたちょっとね、もしかしたら来週4週ね、はい、オリジナルソングでいくのか、また誰かが曲を使うのか楽しみですよ。楽しみですよね、うん、来週も楽しみしたいと思います。じゃあ次のコーナー行きましょう。次のコーナー、はい、問答無用切れちゃダメですよ。